どうも、このまるです。キータロです。今日は追っかけ雑草シャープ15の2の1について話していきます。今回はいよいよムーボンチームの、まあ、順位発表になるんだけど、まあ、前回 B フリーチームまでは行って、B フリーはそう勝利チームだったけど、なんかやっぱムーボンチームは負けてここから脱落ってなるから、やっぱかなり表情も曇ってる。そうだね、 B フリーチームが終わった時点でもう結構6人の表情がねちょっと暗かったよね。そうな。じゃあ早速ね、ムーボンチームの第2位がリュウちゃん。いやなんかさ、負けてっていうか、まあ、そうだね、残念ながらこう B フリーが勝ったけどリュウちゃん2位なんすごってだったよね。うんうん、いやそうそう、リュウちゃんね、ほら前回は7位だったから、うん、クリエイティブ審査でちょっと落ちたなと思ったけど、やっぱりなんか戻ってきた感。うん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 。リュウヘイが声をマイクに入れた時の空気の変わり方っていうのは圧倒的だと思います。で、歌声だけで空気を変える資質、技術の引き出しとして足りないところも今回知ることができました。ムーブオーの楽曲の怒りとかパワーとかエナジーを前面に出すこととか、動のエネルギーを思い切り出す、パワフルに踊る、アタックは強く歌うみたいな技術にみたいなところではまだ足りない要素があるんだなということも改めて認識しました。それは課題というよりも伸びしろだと認識してください。パフォーマンスとして素晴らしかったのは間違いないです。まだまだ伸びる余地があるということでもあると思うので、残り1週間思い切り頑張ってほしいなと思っています。これ聞いてまず空気がこうリュウちゃん歌うと変わるよねってなんかうちら言ってた気がするんだけど、うんうんうん、やっぱ社長が言うならやっぱ当たってたと思ってそうね、答え合わせ丸ついたねそうよかったと思って感覚合ってたと思ってうんうん、嬉しくなったし、それと同時にそうまたリュウちゃんにリュウちゃんのまだこの動のところ、このエネルギーの強い感じとかっていうのがまだ伸びしろみたいなところがあるよっていうのも、引き出しとして足りないところか、そう。あるよっていうのも、リュウちゃんでもまだあるんだと思って、なんていうの？そう、なんかなんとなくリュウちゃんって結構私の中でパーフェクトのイメージ結構あったんだけど、うん、やっぱこう、あるんだな、社長が見るとやっぱりあまだここあるな、できるんだなっていうのがさすがだなというか、社長やっぱねすごいよく気づくなって思うよね。なんかあれなんかな、もうもっと欲しいみたいな、なんつんだろう、なんつんだろうな、なんか期待してるからこそなんかもっと要望出しちゃうみたいな、社長も。あ、そうだね。まあ、リュウちゃんはリュウちゃんで、そう、僕もね、結構もう完成されてるなと思ってたけど、うんうん。なんか、だったらもっとでき、なんていうの？もう期待してるからこそもっとできんじゃないみたいな。ああ、でもそれは絶対ありそうだね。なんか社長の中ではあるかもね。うん。なんかリュウちゃんの場合はちょっと割とさ、高い位置のクオリティ求めてそうな感じするよね。うん。なんかそんな感じはしちゃう。ね。あとなんか、リュウちゃんなら、なんかやってくれるんじゃないかっていうのもあるし。まあそうだよね。だってまあこう、リュウちゃんだってさ、まだ若いから、今から教えたらもう、ね、どんどん吸収して、どんどん伸びそうってなるもんね。そうそう。いや、そうだよね。いや、なんかそう、いろいろ試したく、なんかいろんな姿を見たくなるんだと思う。そうだね。あとさ、その社長の話聞いてる時のリュウちゃんめっちゃ可愛い。ちょっと待って聞かせていやなんかさ、メイクしてないよね、すごい肌綺麗だね、さすがだね。ほらお外のリュウちゃん、ほらうちは好きだったじゃん、うんうん、懐かしい。そうお外じゃない、今回ほら体育館リュウちゃんだけど、うんうん、かわいいねえ、そうなん。ツヤンツヤンだね。そうなん、そうなん、ツヤンツヤンリュウちゃんなんよ。でコメントは、リュウちゃんのコメントは、まずはチーム戦でやる上でどうしたら周りのメンバーとの雰囲気を良くしてクオリティをさらに高いところまで持っていけるんだろうっていうところは、本当に僕もまだできていない箇所でもあるかなっていうふうに思っていて、第一審査よりは役割をきちんと持って自分のできることはできたと思うんですけれど
思うんですけど、その雰囲気を作るということに関しては今回もまたできなかったのがすごく悔しく思っています。さっき言っていただいた通りに、エネルギーを見ている人に全て伝える、自分の持っているものを伝え切るというのをこれからも1週間のうちに磨き上げて、最後の審査ではまた1位を取り返して、必ず最高のアーティストとして輝けるように頑張りたいと思います。ありがとうございましたと。え、リュウちゃんそこら辺の社会人よりしっかりしとるよいや確かに、その空気を作るとかさ、うん、まあ、リュウちゃん的には前回よりはこう役割を持って、そのできるところはできたけど、やっぱこの雰囲気作るってところか、うん、あ、雰囲気作るとかもう普通大人でもなかなかできる人できない人って分かれると思うよね。そうだね、空気だもんね。うん、なんだろうな、なんか社会人でも難しいことやろうとしとんなみたいな。大人でも難しいところだと思うけど、そこをこの14歳とかでしょまだ。うん、すごくない本当に、うん、だってねえ、結局ね、自分のことだって精一杯なはずなのにさ、うんうん、しかも1週間やそこらでさ、もう作り上げなきゃいけない中で、うん、ちゃんと課題があるの、課題が分かってんのもすごいね。ね、うん、やっぱあれなんかな、やっぱりでも前回のクリエイティブ審査よりかはいろいろ意識してできたけど、やっぱこのチームとして負けちゃったっていう事実がやっぱりね、ショックっていうか衝撃っていうかね、なんて言うんだろう、やっぱ悔しい部分であったんだろうね。だから元できたんじゃないかみたいな。ああ、それはそうなってくるかもしれない、うん、コメント的にもどうしてもね、うん、ああ、元できたんじゃないかって、うん、勝ち負けってなって、負けた時にそうなるね、確かにね、うんうん、やっぱさ、終わっステージ終わった後はすごいさ、結構達成感に満ち溢れてたから、うんうん、うん、それはそれですごい好きでよかったしね。うん、確かに、うん、そう、まあでもいいことだよね、やっぱりそう、負けたらやっぱちゃんとどこが悪かったんかなってすぐさ冷静に見つめ直せるっていうところはすごくいいよね、うんうん、そうだね、うん、であとはこの雰囲気とかそういうところ以外のやっぱエネルギーを見てる人に全て伝えるっていうところか、うんうんうん、リュウちゃんのエネルギーはほんとビトレイルゲームのさ、もう少しさ、わっぜーのぜーのもう動きとかなんかエネルギーすごかったよね、あそこね。いや、そうで、もう全面に伝わってきてますみたいな。やばいよねあれ。もう、うん、ベニュー101でももう何回も、あのベニュー101のあのさ、遠くんとこでもすごいやっとったんだからあれそうね、ジュノン君歌ってってねまだ言ってたで第6位がリョウキ、結構上がってよかったなってなったよね。そうだね、前回12位だったもんね。うん、すごく伸びました、嬉しかったです。あなたの独特な歌い方やダンスの手癖というのは単なる癖というところから個性や長所というところに確実に進化したと思っています。普通のムーブオンのシャウトとかが難なくやれているということもあって、とても難しいことなので、しかもテンションを切らさずすごいことでした。素晴らしいパフォーマンスだったのは間違いないです。課題になるようなことはまだまだいっぱいあるので、一個一個果たしていきましょう。あと1週間楽しみにしています。ここのコメントのだけの感じだとちょっと短く感じたけど、うんうんうん、でも社長が言うさ、前までは癖みたいな感じだったけど、それが個性と長所っていう風に進化っていうのはなんか分かる気もするよね。うん、ていうかすごいいい褒め言葉だよね。うん、確かにめっちゃこの両気節みたいなのってめっちゃあるじゃん。ああ、そうだね、あるね。そう、なんかまあビファストとして、まあ、うちらが初めて出会った両気節は、あの INI のロケって披露した時の乗り込みカークピットなんだけど深いコックピットね。そう、あんなコックピット見たことなかったからさめっちゃ良くてさそうね、そう、でもそっからやっぱりスクリームとかのハハハとかさ、やっぱ面白い、両気がいることによって面白くなるみたいなのあるじゃんね。なんかここら辺からこう芽生えたんだっていうのがさ、改めて社長がこう個性長所に進化したっていうのを伝えてくれて、なんかより
あ、やっぱそこ、ここから、ここら辺から出てきたんだみたいな感じ、龍騎の良さが、みたいな。あー、そうだね、確かに。なんか割と僕はなんかそのオーディションの時からさ、最初の方からなんか龍騎くんの歌とかさ、やっぱ特徴あるなとはちょっと思ってたけど、うんうん、でもここで社長がさ、そうやってね、本当個性とか特技って言ってくれたことによって、龍騎くんもね、さらになんか進め、なんていうんだろう、突き進んでいいんだみたいなのはね、出たと思うし。そうだね、自信になるもんね。そう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 さ、俺これでいいんだみたいな。うん、そうそう、だからすごくいいと思う。だってほんとね、確かに今すごい龍騎くんやっぱ耳に残るもんね、パートね。うん、確かに。で、龍騎は本当にチームとしては僕たちも最高のパフォーマンスは届けられたとは思っているし、確かにチーム B フリーは本当に見ていて感動がすごかった。そういう面ではいろいろな感動が自分の中でも生まれた時間ではあったんですけれど、やはり自分のチームとしてこういう結果になったのは悔しいというのが一つあって、個人としては自分の中でも今回本当に成長を感じることがもちろんできて、この中でもその中でも自分なりに生かしやすい環境になっていたことも事実ではあるし、それをちゃんと感謝することがまず大切だなと感じました。もうちょっと上の順位を取りたかったなっていうのは正直あります。その一つ一つ丁寧に改善できることっていうのは僕も課題というより伸びしろだと捉えていきたいです、うん、あと1週間全力で取り組んで絶対1位取りたいです。ありがとうございます。龍騎もしっかりしてはるね。うーん、いやすごい、めっちゃいいコメントだったね。でもなんかさ、龍騎さ、すごいいい言葉言ってるなって思ったけど、あれなんか上白いなと思ってさ、あれ服白いと思ってなんか全体で映っても、あ、原色じゃないと思ってさなんか原色着てくれてなかったいや別にいいじゃん、それはそれは別にいいじゃないあの、早く緑のセットアップ持ってきてあげたいんだけど、ここにそれだいぶ後だからプレゼントいや、まあね、この丸原色ウォッチャーだもんね、龍騎のね。そうそうそう、まだ世間的にしとったんかないやいやいや、そしたらあんなオレンジの寝巻きでオレンジの T シャツ着とるから合宿で。そうだよねうん、まあ、でその素晴らしいコメントね、うん、うん、で今回はやっぱ龍騎くん的にはやっぱチーム B の時よりも多分より手応えを感じてただろうから、やっぱその分ちょっと悔しいっていう感じが先にね、最初に言ってたことだよね。うんうん、そうだね。うん、まあ B フリーも認めつつみたいな、なんかすごかったっていうのもね言いつつ、いやだからなんかもどかしそうだったよね。ああ、うん、すごい手応え感じてて、自分でも成長してるなって実感してて、うん、だけどチームとして負けちゃったからみたいな。あー、そっか。でも後半の方はさ、結構ポジティブな感じじゃなかった？私そこら辺すごいいいなと思ったんだけど。あ、そうだねそうだね、感謝してみたいな。あ、そうそうそう、うん、なんか感謝することがまず大切だなと感じましたっていうのも、すごいなんか人間的に成長したような部分な気がするし、うん、なんかあと最後にさ、自分の課題を伸びしろとして捉えていきたいっていうところもすごいいいなと思ったよね。うんうん、いいいい、めちゃくちゃいい、そこね、このなんか龍騎の前向きな感じめっちゃいいなと思って、なんか龍騎が言うとすごい意志強く感じるよね。わかる。しかもさ、この龍騎くんのコメントの時の龍騎くんの顔、ちょっとすんごいね、これなんていうの、ニュアンスだから本当伝わる、なんかニュアンスだから難しいんだけど、うん、表情めちゃくちゃ好きなの。いや、っていうか顔イケメンなん。いや、それいや、それはもう大前提なんだけどだそうだよね。うん、なんかね、意志の強さ表情からめっちゃ感じる。だから何か自分の中で腑に落ちたのかなみたいな、なんて言うんだろう、うん、やっぱりムーブオンが本当大きかったのかもしれんなと思って、龍騎くんで。ああ、まあそうだ、そうかもね、確かに。うんうんうん、なんかすごい言葉言葉の重みとか説得力とかすごいあって、うん、社長に訴えかけてる感じ。うんうん、うん、なんか表情からね伝わってくる。そうだね、うん、確かに。しかもでもやっぱあの前回のチーム B のグッデイズがあったからこその、やっぱこのムーブオンの中やっぱこの流れとしてすごいなんかめっちゃ良かったよね。グッデイズうちら好きだけどね、曲的には曲も良かったしそう好きなんだけど、うん、
まあでも課題が多かったっていう点でさ、うんうんうん、うん、なんかこのそこからこのムーブオンってなったらね、なんか一連の流れでめっちゃ成長を感じれるし、すごい確かにめっちゃ成長したんだろうね、本意的にね、うん、うん、そうだね、ほんとストーリーあるよね、うん、だからね、でも惜しくも、まあ、チームとしては負けちゃったからこの次どうなるんかなっていうその楽しみもあるし、そうだね。で以上でね、今回2人しか進まなかったよ、どういうこと本当に。リュウちゃんリョウキ君で終わったね。まあでもここら辺はこの2人はあの B フリーじゃなくて、この2人はムーブオンチームの中でも、まあ、上位というか、まあ、いい評価っていう感じだったから、うん、前回のさっきも何回も言うけど、前回のチーム B だった時のクリエイティブ審査の時からちょっと上位に来たから、なんかあ、よかったねっていう感じは強いよね。うん、そうだ、そっか、そうだね、2人ともチーム B からだもんね。うん、そうだね、うん、私やっぱこの2人がさ B ファーメンバーだからさ、なんか今までのさ B ファーストとしてのさ、このウォッチャー要素がさ入ってきてさ、つい現職気になったりさ。そうね、リュウちゃんの肌感気になったり。そうそう。なんかそういう、うん、ついネタ言っちゃうよねみたいな。そうだね。いやでもね、この丸のそのリョウキ君の現職はもう使命感でしょ。いや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 、マジで気づいたの。え、白くないと思って。まあそうね。うん。あとさ、さっきさ、あの顔がさ強いとかイケメンとか言ったけどさ、このお話聞いてるとき私はね。うん。そう、あの太郎さんはあのすごい真剣聞いてて表情が揺れて言ってて、そう、私はイケメンからずっと、そう、あの時もイケメンだったなって言ってさ、あの寝てチーム B で一回ちょっと体調悪くなって寝て起こされてさ、スタッフさんになんかどうみたいな聞かなんかインタビューされてる時の寝起き料金もイケメンだったなっていうとこまで思い出しとったから私。ちょっと待ってよ、勝手にそんなとこまで過去遡っとったん。そうそうそう、やっぱ寝起きで強いんだからそれ強いよなとか思いながら見とったから。確かにね、あのなんか寝起きでね iPad 見せられて振り変わったけどどうみたいな。そうそうそう、待って、ね、iPad 見とる時にもうかっこよかったよね。そう、あのスタッフさん何なんかね。いい人だろうけど。ね、ちょっとそういうなんかちょっとね、なんか取れ高気にした感じだよね。まあまあ気になるところであったしね、確かにね、うん、うんうんうん、でもさ、この2人のことに関して言えば、あのなんかチーム B で何回も言うけどチーム B で課題があって、今回は上位ではあったけど、一人一人にやっぱちょっと何かしら課題があったじゃん。うんうんうん、だから次の審査の時にそこがさ、どこまでこうクリアできたりか、どう進化してとか、またなんかあるんかなみたいな。やっぱ BE:FIRST になるからには、なんか特に涼希かな、涼希とかは BE:FIRST になるからには何かしらもうもっとどんどんこう進化していく、どんどん良さが出るみたいなところがあったりするんかなみたいなさ。うん、そうだね。だから順位発表ってさ、毎回社長からの課題みたいなのもさ伝えられるじゃん。うんうん、そうだから、それをねどうクリアしていくかみたいな、どうステップアップしていくかみたいなのは確かに見ものだよね。うん、だしやっぱなんか大体のオーディションはやっぱその特に人が審査するやつね、あの視聴者投票じゃないやつとかはやっぱり伸びしろとか、あとはこの課題に対してどこまで取り組めるかみたいなのってすごい大切だもんね。うんうん、そうだね。うん、まあ、今回のまあ意見かったけど、あのやっぱ天空のところとかもやっぱそういうような要素をすごい、ね、うん、取り組んでてどうだったとかそういう感じだったから、うんうんうん、まあ、そこの姿勢が良かったりしたんかね、もしかしたらね、今後ね、うんうん、いやそうだね、そういうとこもチェックしていきたいね、うん、で次はね、いよいよ旬と始まりでね話していきたいから、うん、終わるかな。いやいや、もちろん2では終わらんよ。そうだよね。だってまだ5分か5、6分の部分だからね、本編。わかるわ、怖いわ。うん、まあじゃあそこからね始めるということで、まあだからさ、次の追っかけザストが楽しみだよね。そうだね。